雲の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話。この動画もですね、奈良県の新刊がもう出てしまいましたんで、本当はですね、6月12日から始めて、出るまで、この本にまつわる話をいろいろお伝えしていきますという体で始めたんですけど、でね、まあそれは何でかっていうと、著者の奈良県自身が、まあ、今日から1日1本やりますと、彼も別に挙げてるんですけど、まあ、彼がやるって言うんで、じゃあ俺は俺でやりますというので続けてきたんですが、まあ、彼が一足先に折れたようなんで、まあやめてもいいんですけど、まあそもそもねやる必要ないんですけど、僕はね勝手にやれるところまでやっちゃおうかなと思ってます。でですね、最初はもうそんな10日間もネタ続くかななんて思ってましたけど、最初からあるっていうよりは、なんか話そうって決めて、撮るって決めてると、そういうネタを探しに行っちゃうんですね、頭が。で、録画ボタンを押したら、なんか拙いけどなんか喋っちゃうんですね。そういうもんだと思います。で、なんかでもそういう発信はすごい、その取り繕ってないので、別にこの本の宣伝とかっていう話じゃなくて、何でもそうだと思うんですけど、何かをうまく活かせるためというか、何か世の中が良くなってほしいと思うんであれば、何でもいいと思いますけど、ぜひ皆さんもやってみてほしいなと思います。別に本当ね、まあ、最初はがっかりするほど誰も見てくれないんですけど、最近ちょっとずつ見てくれる人も増えて、非常にありがたいんですが、それでですね、まあせっかくなので、この本の話をもうちょっとしますけど、ですね、僕は来月から東京学芸大学で気象学の授業を講師としてですね、やるんですよ。で、まあ、そこの学生さんたちとですね、Facebook で今、徐々につながってて、まあ、彼らの興味あること何かなっていうのをですね、自由に書いてもらってるんですけど、そうするとですね、まあ、雷の話ですとか、竜巻の話ですとか、あとなんだっけな、飛行機雲か。飛行機雲はいい質問でしたね。なんかすごいね、いい質問いっぱい来るんです。大学1年生なんで、特にまだ何もその気象学っつっても何も知らない人たちばっかりなんですけど、何でもいいから素直に書いてねって言うと、たくさんの質問くれて、非常にいい質問なんですよね。で、それの一つ一つ見ていくと、また見事なことですね、この本で書かれてるんですよ。これがすごい。いや、で、僕はそれにどう答えるかっていうと、答えないんですよ。ぜひまずググってみてくださいと。飛行機雲は何でできるのかとか、まあ、虹の話もありましたね。あとは雷が鳴ったらすぐ雨が止むって友達が言ってたんだけど、本当かどうかとか、いや、本当に死にたくなかったらこれ見た方がいいよということを言いましたけど、まあでもまず自分でググってみたらいいんじゃねえかっていうことをですね、僕は学生たちに言ってるんですけど、でググってみて、なんか腑に落ちないことが残るっていうところがまた大事で、ある程度納得して腑に落ちねえなっていうところが残って、でそれをどう解決するのっていうところまで、こだわりたいという思いがあれば、やっぱこういう本を買ってみたり、なんですかね、まあ、僕とせっかく縁があったんだし、奈良県と友達になってみたらっていうね、Facebook でっていうおすすめをしてみたりしてるんですけど、いや、なんかその単純にですね、まあ、中2の理科で基本的に気象学ちょっとやってるんですけど、多分あそこの記憶があんまりみんなの頭に残ってないっていうのは、これだけ覚えたらいいよっていう教科書になっちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。そうじゃないと僕は思うんですよ。そもそも自然に空を見上げた時に、この本の導入と一緒なんですけど、自然に空を見上げた時に漠
素朴に自分はどういうことに疑問を持っているっていうところから始まると思うんですよ。でそれは人それぞれ違うと思うんですけど、だから何章から読むかも人それぞれ違ってていいと思うんですよ。でその自分の素朴な疑問に素直に従って考えていくから身になるんじゃないかなと。そうじゃなければ別にそんなこと知りたかねえよっていう状態で、あの教科書に書いてあってもですね、いくら分かりやすくても入らない頭に。別に もともと自分の頭が知りたいと思っていないわけですから。だけどでも素朴な疑問は絶対あるはずじゃないですか、どんな人でも。でそれが必ずどっかで気象学とつながってるんですね。でそのつながりを必ずどっかで見つけてくれるはずなんですよ、この子は。だから僕はあのどんな人にでも自信持ってお勧めできますって言ってきたんですけど、それに嘘偽りはないんですね。その例えば目標を3万部売りたいからとか、そういう話じゃなくて、別に売れたって売れなくたって僕は別に何にもあれなんですけど、でも本当にね、読んで気象学とのつながりを知って自分の中の世界を広げられる人が増えた方が僕はいいかなと思ってるって話ですね。まあ、そんなことですね、ちょっと学芸大の学生とやり取りしてて思ったということですね。まあということで、行けるところまで続けますんで、また明日。